ておくれ。ショックが大きすぎたのでしょう。記憶をなくしています。みんなご飯よ。泣かないで。そうやってると思い出すよ、あのジルのこと。どこへ行っちまったんだろうね。あれ以来ぷっつりと。あんた本当に覚えてないのかい。ジル、ガルガンチュはどこに消えてしまったの。私を置いて。闇と帽子と本の旅人、次の物語もお楽しみください。